はい、ルルカです。今回はね、ガチ注意喚起動画になっています。どういうことかというとね、ここ最近、ルルカがあるアイテムを使ったところ、最初ね、症状としては喉の方が痛くなって、その後、さらに体の方がだるくなってきて、さらにさらに、ここ最近では息苦しいまでなってしまって、例のやつかなと思っていたんですけど、実はね、ルルカが使ってるあるアイテムが原因ってことが分かりましたので、そのアイテムに関して、少し前にルルカおすすめアイテムとして紹介もしてしまっていましたし、それこそね、ルルカが使ってるアイテム以外に関しても同じ症状になる可能性がある。マジでヤバい症状 なる可能性があるアイテムってことが分かりましたので今回は注意喚起も含めて紹介していこうかなと思いますでそのね注意喚起したアイテムなんだけどさっきからねチラチラ映っていますチラチラ映ってるんだけどこいつになりますはいこちらミニセラミックファンヒーターってものになっていますまあ、ルルカがね愛用してるアイテムということでつい最近ね動画の方でもおすすめさせてもらいました、まあ、以前から使っていて壊れやすいという欠点はあるんですけれど電気代もねかなり少なくてそれなりに一人だったらね温めることができておすすめですよっていう紹介させてもらってこちに関して 今はね、今年購入したアイテムになっているんだけど、今年購入したこのミニファンヒーターがやばいことになりました。はい、やばいことになった。見た目としてはね、今までもこれ何回も購入してるんで、同じになっているんですけど、こいつをつけると、先ほども言った通り、ルルカ、喉が痛くなって、まあ、体がだるくなって、挙げくの果てには息苦しくなってしまうっていう症状が出ることが分かりました。もともとこれが悪いってのが分かっていなくて、ここ最近ね、体調の方が悪かったんですよね。なんか喉痛いし、体だるいし、なんだろうなと思ってて。ただし、まあ、ルルカに関して不規則な生活もしてるんで、普通 にね体調悪くなるることもあるん,で、ね、んで、すよねなんでまあ、普通に体調悪くなったんかな、みたいな感じでいたわけなんだけど、まあ、それがね、さらに進行していって、ここ最近では、息苦しいまで言ってたんですよね。なんかわかんないけど、突然息苦しくなるんだよな、みたいな。まあ、それこそ、ここ最近流行ってるね、例のやつですよね。例のやつにかかってしまったのかなって疑うレベルで息苦しくなってしまって、まあ、実際ね、それかかると息苦しくなるかわかんないけど、なんかなりそうなイメージじゃないですか。っていうので心配していたわけなんですけれど、なんかね、これをつけるタイミングで息苦しくなることが多くて、まあ、そんなことないよな、みたいな。そそれこそこのミニファンヒーター に関しては動画でも紹介させてもらいましたが何回も何回も購入して利用しているものなんで今までねそんなことになったことがないんで信用していたわけなんですけれどまあ実際なんかちょっと、ね、怪しいなと思って入れたり切ったりしていろいろ試したんですよね、まあ、そうした結果なんですけど間違いなくこいつをつけている時にルルカに関しては喉の痛みあとはね息苦しくなるってことが判明しましたで最初に言っとくんですけどこのままだと営業妨害って言われるかもしれないんですけれど、まあ、このアイテムね、まあ、ルルカさっきも言ったように何回も購入していて今回が初めての事例になっていますなんでこのミニセラミックファン すてが悪いいいわけではないと思います、まあ、この後ねそれに関する詳細も話していきますんで、まあ、とりあえずね最後まで見ていただきたいなと思うんですけれどで、まあ、これをねつけるとルルカ息苦しくなることが分かったんですけどじゃあ以前から使ってるものとかに関しても息苦しくなるのかなと思って、まあ、それこそはルルカ寝室にもねこのミニファンヒーター置いてありますということで、ね、寝室のミニファンヒーターを持ってきたんですよねで寝室のねミニファンヒーター試したところ息苦しくありません喉も痛くありませんということでやはりね、まあ、ルルカに関しても以前から何回も購入したことがあるアイテムでその症状出たことがないんで で、以前までのアイテムに関してはそんなことはなかったんですよね。で、今回買ったこのミニファンヒーターで初めてこの症状が出たって形になっています。ということで、まあ、このね、ミニファンヒーター全てが同じ症状になるわけではありません。で、しかもね、今回の件に関してなんですけど、どうやら色々調べていくと、シックハウス症候群ってものじゃないかなっていうところにたどり着きました。これね、どういうものかっていうと、まあ、それこそね、化学物質だったりとか、まあ、カビだったりダニだったりとか、まあ、空気汚染みたいなことで症状が出てくるものになっていて、まあ、そのね、最たるものとしては、目の痛み、鼻詰まりだり、 たりまあ、喉が痛くなったりとかあとは体がだるくなったりとかまあいろんな症状が出てくるってものらしいんですけれどルルカに関しては喉の痛みと体のだるさあとはね息苦しいっていう症状が出てきた形になりますで今回ね購入したものでなんでそうなったのかっていうところになってくるんだけどまあ、正直原因の分かりません見た目としては今まで購入したものと全く同じものがちゃんと届いてきていますまあなんですけど多分化学物質とかになってくるんでまあそれこそ今回ね購入したアイテムに関しては、まあ、使っているプラスチック素材が変わっていたりとかまああとね中には電熱 みみたたたいいいいいのののととそれをねねくっつけるるるななんんんかかか白固定すすもがてりであとはね、YouTube ライブでもお話しさせてもらったときに、このね、アイテムとかを洗浄するものとかに使う洗浄液とかっていうのが残っていて、それの化学物質じゃないっていう方もいたりとか、いろんな可能性はあったりとかすると思うんだけど、作りがね、非常にシンプルなものになっているんで、使ってる部品の数とかに関しては変わっていないと思うんで、多分今回使われた素材だったりとか、洗浄する化学物質とか、それこそ電源を入れたときに、それが熱 捨てられてててななのののかか、まあ、風に乗ってなのかっていうのが出そして、まあ、これのね、厄介なところなんですけれど、それこそね、この症状、みんなに出るわけではありません。はい。まあ、ルルカに今回出たわけなんだけど、これって多分、人それぞれの体調だったりとか、アレルギー体制とかによって変わると思います。なる方は、ルルカ同様に、も、ま、う、あ、同じ症状が出る方もいれば、全く症状が出ない方もいれば、まあ、それこそ、ルルカよりもひどいことになる方もいるんじゃないかなと思います。多分ね。まあ、今回ね、このアイテムに関しては、Amazon で購入させてもらったんだけど、まあ、ルルカと ててはね amazon amazon サポート最強説を推しているわけけなんですけれどとかに関して変なものが届いたときに a z o n さんに変なの届いたよっていうと大体ね amazon のサポートセンターが交換だったりとかね返金対応してくれますもちろんね理不尽な理由で言った場合とかに関してはダメだよって言われることもあるんですけど、まあ、基本的にね、まあ、ルルカに関して明らかにおかしいよなっていうものが届いたときに a z o n さんに対応をお願いすると大体はルルカが望んだ結果になることが多いですなんだけどこのアイテムとかに関してまだ購入してねそんな立っていないものになっていて、まあ、保証とかもあったりするわけなんです ですけれど、まあ、それこそどうでしょうか皆さんだったらこれね見た目としては何も壊れていませんし電話を入れたらねちゃんと暖かい風が出てきますそしてなんかねレビューとかには臭いとかも書かれていたりとかするんだけど、まあ、決してね臭い匂いとかも出てきません普通に利用することができますでまぁ、あ、ルルカの理由としてはこれを使うと息苦しくなるっていう、まあ、第三者にわかりにくい原因ですよね多分なんだけどまあいろいろと調べていってなんだろうね科学研究所みたいなところに持っていって何が出てるとか確認すると、まあ、これはアレルギー物質かもしれませんねっていうのが出てくるかもしれませんがこれまあ2000円ぐらいのアイテムに なっていますこのアイテムに対してね、そんなね、大掛かりな検査をするとも思いませんし、それをね、ルルカが立証するっていうのは非常に難しいことになると思うんで、まあ基本的にね、これは泣き寝入り状態になるんじゃないかなと思います。まあ2000円ぐらいのアイテムなんでね、泣き寝入りするのはいいんですけれど、まあ先ほどから言ってる通り、こちらのアイテムに関して、ルルカお気に入りアイテムになっていて、まあ、壊れてもね、毎回買い換えるレベルで使っているものになっていたんで、まあとりあえずね、現状寝室にあったものをリビングに持ってきて使っていて、あったかく過ごせているわけなんですけど、こちらのアイテムに関して非常に壊れやすいものになっているんで、多分ね、リビングで使っていると、こちらに関して壊れてし しままうと思いますそうなったときに、この次ですね、これの代わりになるアイテムっていうのが基本的に存在しない状態になってるんで、まあどうしようかね、その辺に関して悲しんでる形になります。もちろんこのアイテムに関して、大根もあったりとかいろいろ売ってるところもあったりするんで、まあ購入すればね、問題ないものが届く可能性っていうのもあるかもしれませんが、次届いて体に異変があったらおかしいなってすぐわかるわけなんだけど、まあ先ほども言った通り、これを立証するのは非常に難しいことになってくるんで、まあ多分泣き寝りしなきゃいけないっていうことで、まあそこまでするんだったら、ま新アイテム探さなきゃなってことで、今後はまた新しいね、 暖房器具を探すす旅が始ままるんじゃなないいかなと思いますそして、さらに注意していただきたいとこなんだけど、今回ね、ルルカに関しては、このミニファンヒーター、まあ、たまたまね、今まで大丈夫だったものに関して、新しく購入したもので、そのシックアウ症候群っていうのが出てきしまったわけなんですけれど、もちろんこれに関して、ルルカが購入したミニファンヒーター以外ですね、普通のファンヒーターだったりとか、違うものに関しても同じことになる可能性、非常にあります。Amazon とかで検索してもらえばわかると思うんですけど、こう,いう系のね、ファンヒーターとかって、まあ、ルルカが買ったこのめちゃくちゃちっちゃいタイプっていうのは少なかったりとかすると思うんだけど、普通にね、いろんなタイプが出てると思うんだ けど、そういうアイテムに関してもね、もちろん同じようにまプラスチックが使われていて、まあいろんなね洗浄剤が使われていてとかというところで、まあルルか同様のねシカウト症候群になる可能性ってのもあるんじゃないかなと思います。まあ、それに関してはね、マ、ま、ジ実際に使ってみないとわかんないんですけれど、まあ、そのねシカウト症候群っていうのがね分かっていないと、それこそ使っていてね体調が悪くなる原因っていうのに気づかない方も多くいるんじゃないかなと思います。なんでぜひ皆さん。 ファンヒーターだったりとか、この暖房設備を使ってる方ですね。その暖房を入れた途端に体調が悪くなったなと思った時に関しては、シックハウス症候群っていうのを疑ってみてください。もしかしたら、そのね、皆さんが使ってる暖房設備っていうのに関して、何らかの化学物質がついていたりとか、まあ、カビだったりダニがついている場合もあるみたいなんだけど、まあ、そういうのが原因でね、体調が悪くなってる可能性も大いにあるんじゃないかなと思います。まあ、そういう際には残念ですけれど、暖房器具をね、変えてみるっていうのもえいだんじゃないかなと思います。もちろんね、高いね、暖房器具とかだと、買い替えの大変かもしれませんが、それを 使っていていマルルカに関しては明らかに、ね、悪化して息苦しいまで来てしまったんでこのあとどうなるか分かりません息苦しいがね最大値で、まあ、それで終わればいいんですけどさらに深刻な症状出る可能性もあると思いますんで皆さんね冬になって暖房設備を使った途端に体調が悪くなった方に関してはぜひ一度ね疾患症候群をね疑っていただきたいなと思って動画のおいさせていただきましたよかったらねこのミニセラミックファンヒーターに関しても多くの方が利用していると思うんですけれどマルルカとね同じような症状が出た方に関してはコメントとかいただけると嬉しいですまたねその他の商品 品に関してもルルカと同じ症状だったりとか似た症状が出た方に関してはこのアイテムこんな感じになったよっていうのもね良かったらコメントでいただけると嬉しいですまあ、その他にもねルルカこのアイテムの代わりを探していきますのでおすすめのねアイテムなどがあったらコメントで教えていただけると非常にありがたいです今後もいろんな動画毎日更新に上げていきますのでよろしければチャンネル登録いいねコメントお願いいたします今回も動画の最後までご覧いただきありがとうございましたマジで息苦しくてヤバかった